どうも山根です。今日は一番良い水の持ち運び方法をお伝えします。今回の動画では登山中に必要な水の量、水を入れる容器の種類、水筒の持ち運び方法を順番に説明します。登山で水は必ず持っていきますよね。その最適な携行方法って何だと思いますか？この水の持ち運び方法を悩まれる方はとても多いと思います。かくいう私もそうでした。そして分からなかったので全て試してみました。実際に試して分かったことはこの動画の各所でお話しますので、ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルは登山道具選びを全力で楽しみます。あなたもぜひチャンネル登録して一緒に登山道具選びを楽しみましょう。まず登山で必要な水の量はこの計算式で求められます。体重60キロで10キロの荷物を背負って8時間歩くんだったら 2.8 リットルの消費があって、2リットルちょっとの給水が必要なことを示しています。実際のところ私の場合は汗かきで水をよく飲むので、もうちょっと必要に感じたりすることが多いです。でこの辺りの個人差があったりだとか、運動量の上下によって多少変動はあるんですけど、この計算式で求められる水分量が目安と言われています。給水するときに一度にたくさんを飲んでしまうとトイレが近くなってしまうので良くないです。吸収されるように少しずつこまめに飲むという必要があるんです。こまめに飲むようにするためにどの容器を使ったらいいのかという話がこれからしていこうかなと思います。水を入れる容器の種類をお話しします。大きく3種類あります。こういったホースがついたハイドレーションシステムとか言われたりします。あとはたくさんの種類ある水筒のタイプですね。それともう一つ、こういったプラスチックタイプの水を入れる容器、この3種類になります。まずこれらのメリットデメリットを整理してみましょう。まずこのハイドレーションというものについては、こうやってホースがあるのでパック自体をザックの中に入れたままでもいつでも給水することができます。こまめに給水する能力が非常に優れています。でツアー登山やパーティー登山だと自分のペースで休憩できないってことがよくあるんで、そういった場面でもこういったものを使って給水していると気にせず給水ができるんで非常に良いです。でデメリットというのは、このホースに櫛をつけて飲まないといけないので、ここでゴム臭さを感じたりだとか、使用するために洗って乾かすのが結構面倒だったりします。もうこの形状ですので、ここを開けて取り出せばできるんですけど、まあ乾かないですね。本当に全然乾かないです。で乾かすために変形させたハンガーを用意してみたりだとか、いろいろ試したんですけど、最終的には冷凍庫に突っ込むようになりました。こうしておけばかびることがないんですね。使用頻度が高いガイドさんとかにも聞いたんですけど、使用後は水を入れているそうです。登山の頻度が高い人は水でもいいかもしれません。ただそうではない人は冷凍庫に入れた方が確実です。ちなみにこれにお茶とかポカリセットとかのスポーツ飲料とか甘いものを入れてしまうと一気にカビやすさが加速するのでやめましょう。でこういった水筒みたいなモデルについては洗うのが容易で水を汲むのも簡単です。こうやって口が広いので非常に使いやすいです。でただ収納方法に悩むことが多くて、この動画の後半では具体的な収納方法をどうしたらいいのかっていうところもお話しします。容量もハイドレーションよりも少ないことが多いので、飲み切ったら補充するという手間があります。ナルゲンボトルについては水以外でも行動食を入れたりだとか他の用途にも使えたりします。水漏れをしない水筒なので非常に安全で登山でも使いやすいものです。こちらは保温ボトルになります。サーモスの山専用ボトルだったり、モンベルのアルパインサーモンボトルみたいなものは保温性保冷性というのが非常に高いです。夏だったら冷たいものをいつでも飲める、冬だったら温かいものをいつでも飲める、そういったメリットがあります。最後にこういったプラスチックボトルは非常に軽いです。で詰め替え用や予備の水として使うことが多いです。テント泊や水場の少ない山では複数ザック内に入れておくことが多いですね。使っていない時は中の空気を抜けば本当に小さくなります。こんなに小さくなるんです。ちなみに初心者の頃一つ失敗をしました。似たようなボトルが100円ショップにあるんですけど、途端に破損して水が漏れて大変な目に遭いました。見た目は同じなんですけど、こういったエヴァニューとかプラティパスといった種類のものを使うようにした方が安全です。で携帯充水器を購入した際にミニボトルみたいなこういうプラスチックのボトルがついてくることもあるんですけど、そういったものも耐久性は微妙でした。ちゃんとしたものを買った方がいいです。で今3つあるという話をしたんですが、この3つ目のプラスチックボトルについては予備の水を保管する方法なんで、
給水方法としては1つ目のハイドレーションか水筒のどちらかを使うことになります。で、私が最もおすすめする方法は水筒を使った経口法です。これは好みによるところが大きいです。なのでハイドレーションを使っても構いません。私がなぜ水筒をおすすめするのかというと、ハイドレーションを実際に使ってみて煩わしいことが非常に多かったんですね。うまく水が出てこなかったりだとか、パッキングの位置が分かりづらかったりだとか、お使いのザックによってはハイドレーションのホースを通すような記号がついていなかったりとトラブルがつきものです。陶器に使っていると凍って使えなくなったりということもありました。水筒であれば夏はナルゲンボトルやペットボトルを使っていて、冬は山専用ボトルなどの保温ボトルを使えば快適に水分補給ができます。で、固定位置もいろんな方法があるんですけど、胸のすぐ前に置いておけば水分補給のしやすさもかなり改善します。こういった理由から私は水筒を水を運ぶ道具としてよく使っています。じゃあハイドレーションの使う場面ないかというとそうでもなくて、後半でまたそちらも説明します。で、まずは水筒の固定方法についてもう少し詳しく説明します。最も一般的なのはザックのサイドに固定する方法です。この方法だと背負っている時に微妙に 手が届かなかったりするので、私はあんまりお勧めしていないです。今ちょっと例で使っていますサスペイのザックであれば、下から手が届くので背負った状態でも取り出せばできるんですけど、このザック使ってなかったら そういう方法が取れないので、あんまりおすすめはできないです。じゃあどうしたらいいのかっていうと、これをやってザックの前のこの位置に固定します。ここに固定しておけば背負った状態で必ず自分の目の前にありますので、すぐ取ることができます。この固定するための道具としてこういったものを使います。ナルゲンのボトル、ちょっとだいぶボロボロなんであれなんですけど、この保冷のための銀のものがついていて、ここにナルゲンボトルとか入れると、夏だったら冷えたものが、するとすごい冷たいまま運べます。で、後ろがこんな風についていて、でこれをつければどんなところでもつけれます。で、重要なのは、ここの部分。こういう風にバックあるところにかけると、重さで下にずれないので、これで動かないです。水筒を胸位置に固定するものについては、ナムートのアドオンホルダーというのが特におすすめです。どうしてかと言いますと、いろんなタイプがあるんですけど、ほとんどのものはこういったナルゲンボトル、ペットボトルを入れるにはぴったりなんですけど、それ以外のタイプ、ちょっと大きいようなモデルだと入らないし、保温ボトルとかも入らないです。どんなタイプでもこの広さを自由に変えて合わせることができる、こういったタイプがおすすめです。これであればナルゲンボトルの形でもぴったりですし、それよりも大きいようなこういったタイプでもどんな大きさでも大体入るので、これを特にお勧めしています。で、後ろ側の機構についてもちょっと形は違うんですけど、1箇所止めるようになっていて、こんな感じにつけてみました。大体真ん中よりちょっと下ぐらいにつけるのがちょうどいい印象ですね。お使いのザックによってどうやってつけるのがいいかっていうのは微妙に違ってきますので、こんな感じでつくようにしつけてもらえたらいいかなと思います。こんな感じで歩いていてもサッと取り出してサッと戻せるので、いつでも飲むことができます。でもっと便利にしたいという人はハイドレーションを併用する方があります。そもそもハイドレーションの使い方をまだご説明していなかったので、こちらも合わせて説明します。ハイドレーションというのはザックの中にハイドレーションを入れるスペースというのが作られています。ここに水が入ったハイドレーションを用意しました。これをこちらに入れます。ハイドレーションというのはパック自体がこの水筒の出口よりも上にないとちゃんと出てこないので、今こうしてもあまり出てこなかったりするんですね。なのでパックの位置が非常に大切だったり、使い方が結構難しいものにはなります。ハイドレーションザックに入れるときは必ず下向きで入れた方がいいです。なんかちょっと上向きに入れるとホースのところにそもそも水が出てこなくなっちゃうんです。ハイドレーションのマークが出てるところから出しますですね。これはザックによって場所が違いますし、場合によってはついてないなんてこともあります。クリップでホースを固定しましょう。ハイドレーションを使うとホースが前に出てきます。ここを噛めばここ開くので水が出てくる仕組みになっています。水筒を併用する場合に、でここを実際に口で噛んでしまうと衛生的に毎回洗わなきゃいけなかったり、登山が長い何泊もするような場合だとそこが洗えないのでちょっと不衛生になります。水筒にこのように水を追加することができます。衛生的に気になる欠点がなくて、水の補給が水筒からこまめに取れるのでとても快適です。ただハイドレーションと水筒両方揃える手間がありますので、登山と快適さのバランスを見て選んでいただけたら良いかと思います。
個人的には水筒だけでも十分です。便利な方法であったので僕は紹介させていただきました。いろいろ紹介しましたが最後にまとめます。体重60キロで10キロの荷物を背負って8時間歩くなら2リットルちょっとの給水が必要になります。給水はこまめに行うことが重要です。水の補給方法はハイドレーションと水筒の2種類があって、初心者は水筒を胸位置に固定するのがおすすめです。水筒の固定にはマムートのアドンホルダー、水筒はナルゲンボトルを使うことをおすすめします。はい、今回は水がテーマでした。私は水が足りなくなって濁った沢水を煮沸して飲んだり、雨水を溜めて飲んだりなんていう時もありました。皆様そんな失敗もないようにちゃんと必要な量を持っていきましょうね。では山野でした。バイバイ。